いつもありがとうと、そして、日頃のなかなか伝えられない感謝の気持ちを一言添えて、この箱を一緒にギフトとしてお渡ししたいなと思ってます。もし鈴木さんが大切な方にこちらのボックスをプレゼントされるとしたら、何というメッセージと一緒にお渡しになりたいですか？うわ、そうですね、もう本当にいつもありがとうと、そして、日頃のなかなか伝えられない感謝の気持ちを一言添えて、この箱を一緒にギフトとしてお渡ししたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、なかなかこういう状況下なので直接、手渡しするという機会も例年よりはちょっと減ってしまうのかななんて思ってますけども、本当になかなか日頃伝えられない思いとか感謝の気持ちをこの一言で、この一箱で、大切な人に送ったり、伝えたりしてほしいなと感じてます。